サートがあります。お願いします。はい、立ちました。はい、みなさんこんばんは。紹介いただきました、成藤と申します。ご苦労さん、雨の中、冷たい雨の中、皆さんお疲れ様です。あなたの成藤さんが久しぶりにですね、この場所を立たせていただきました。雨でした。7ヶ月ぶりですね。今日は集会前にまた飲みに来てください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、大賞の曲、昭和の歌姫美空ひばりさんが1曲ストレートな反戦平和の歌を歌ってらっしゃるんですね。1974年から開かれた、広島平和音楽祭というところの第1回で歌われた、これは一本の鉛筆という歌です。
ピーピーできないよ。しっとりしたいい歌だ、雨だ。この曲は、そうですね、全国の集会とか、凱旋の場、沖縄の辺野古基地 の、 キャンプ芝生前のゲート前とか、いろんなところで歌われている本当に応援歌だと思います。この歌を元気いっぱい歌っていきたいと思います。ケサラでしょ、言ってたらいいね。いや、本当ですよ。いや、大体ですよ。新庄さん、はい、ブヤブヤさん、ブヤブヤさん、かぶっちゃう。いいかい、こらえきれない悲しみ、そんなことの繰り返しだけど、決して負けはしない。ケサラケサラケサラ、僕たちの人生は平和と自由を求めて生きて行けばいいのさ。泣き晴らす太陽、迎える朝の眩しさ、涙の乾く時はないけれど、決して倒れはしないさ。もっと高くすると俺の肩も ここじゃないですか。あ、ごめんなさい。平和と自由を求めて生きていけばいいのさ。あ、カッパ持ってる。いつも持ってあげようか。思い出すのはいいよ。自由のために死を選んだ、現場チャイジョーヒル、ウィクトルハラを決して忘れはしないさ。ケサラケサラケサラ、僕たちの人生は平和と自由を求めて生きていけばいいのさ。歌え歌え歌え、人間の優しさを歌え歌え、明日に向かって力強く広く拍手を送って、ゼロもちょっと回ってた、間違ってる、間違ってる、これ下から入るんだよ。人間の優しさ下から入ったんだよ。明日に向かって力強く広く拍手を送って、私なんかできないな。あ、全然大丈夫。マスクしながら歌ってる、結構外していいよ、外していいよ、カッパは外しちゃダメだけど。マスクぐらい外したっていいじゃない。でもね、私あのマスクの声がすごい気に入っちゃった。この曲はですね、私の友人であり、凱旋の仲間でもある稲垣浩二さんというシンガーソングライターの人がいるんですけどね、この人が作った大いなる遺産という曲です。本当に考えたいのは、この国のその次の世代に手渡した遺産、本当に何だろうなって考えますと、さまざまな大切な遺産があるんですけれども、戦争しない日本、そのための約束、憲法9条、この大事な遺産を次の世代に残していきたいなって本当に思います。
歌を歌っている憲法9条を歌っている歌なんです。ではお送りします。大いなる戦です。ダメよ、前に立っちゃったらねえ、傘が映るだけだよ。下着、そうそうそう、前に立ったら傘取ってる。傘取ってきてどうするの。うん、立派ならいいよね。遠目だったり。私たちが世界に誇るべきものは、この美しい島国の四季屋さんが、そして何より一番誇るべきものは、世界中に掲げてと、いい階段を見つけてる。階段を見つけてる。儲けして気を持たない、儲けして気を持たない、涙とあの悲惨な戦争を誰かに、私たちが次世代に伝えるべきことは、その素晴らしい文化と優れた技だけど、何より一番伝えるべきことは、過去の正しさ誓いを破らないこと、もうけして気を持たない、もうけして気を持たない、もう二度とあの悲惨な戦争を晴れさない。石原さん、これ写真撮れないから撮っといてくんない？私たちが未来へ守るべきものは、この美しいふるさとのあるがまま、だから何より一番守るべきものは、過去から託されたこの遺産、もう決して気を持たない、もう決して気を持たない、もう二度とあの悲惨な戦争を晴れさない、もう二度と気を持たない、もう決して気を持たない、もう二度とあの悲惨な戦争を繰り返さない、繰り返さない。No, no, 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 no,
何がそうやってるか、たった1ヶ月でもたくさんのことがありましたが、なんといっても自助、共助、公助、これです。自分がするべきことを一番最後に持ってきて、これは私は皆さんのための仕事はできませんとはっきり口にしていることです。前出さないで。小学校総理大臣に一つわけにいかないことは小学生でもわかります。今日は冷たい雨ですが、天気は変えられませんが、政治はみんなで変えられます。私たちの力で今日この場でまた声を上げて示していきましょう。今日の司会は憲法共同センターの宮沢です。よろしくお願いいたします。そして参加者の方にお願いなんですが、かなり密になっています。傘も差しているんですが密になっていますので、参議院会館の方までもう少し寄っていただいて広く撮っていただくようにお願いいたします。それでは早速主催者挨拶を憲法9条パーソナー実行委員会石山直人さんお願いします。皆さんこんばんは。私は菅政権を弾劾する前にまず2人の杉田さんに怒りを叩きつけたいと思います。1人目の杉田さん、杉田和弘さん、長年首相官邸をねじろぎ、人事と金を飴と鞭のように利用して立憲主義と民主主義を傷つけてきた罪は重い。陰に潜んでないで国会に出てこいと言いたいです。2人目の杉田さんは杉田水脈さんです。名前を口にするだけでも怒りで体が震えます。杉田さん自身が嘘をついておいて、女はいくらでも嘘を つきますなどとどの口が言うんだと言いたいです。嘘つき、書類を改ざん破棄し、すぐ記憶をなくす政治家といて、嘘を女の属性であるかのような男受けを狙ったデマを言うとは本当に許しがたいです。このような差別者を重要し、多数の抗議の署名の受け取りを拒否するなど、杉田を擁護する自民党は差別者の党でしかないということがはっきりとしました。さて、菅内閣が発足して1ヶ月が経ちました。今なお国会も開かず、施政方針演説も行わない中で、菅首相は学問の自由という基本的人権を否定するような大暴挙を行ってきました。日本学術会議会員の任命を拒否された6人の方々は、そしてあらゆる団体と人々が直ちに声を上げました。その声は全国津々浦々に広がろうとしています。私たちはこの任命拒否を容認したり撤回を諦めるといった選択肢は全くないということを今ここではっきりと申し上げたいと思います。そして必ず何としてでも撤回を勝ち取るんだという固い決意を今日ここで新たに皆さんと打ち固め合いたいと思います。安倍前首相の突然の辞任を受けてバタバタと成立した菅内閣は、当初安倍晋三というエンジンを失ったショートリリーフ犬木内閣などとキリキリ短命であるかのような評価でした。しかし実は7年8ヶ月もの長期にわたった第二次安倍政権というのは、菅官房長官と杉田和弘副官房長官のラインがエンジンであり、安倍首相は車体や外装だったのではないでしょうか。私たちの諦めない草の根からの総がかりの戦いによって、安倍晋三という外装が吹き飛んでしまい、むき出しになったエンジンが菅内閣として私たちに向かって牙を剥いてきているのではないかと思います。国会前で今年行われた 5.3 憲法集会でジャーナリストの堀潤さんは、民主主義の反対語は沈黙ではないかと話されました。菅杉田のラインこそ、とりわけ人事を利用して沈黙と忖度、自主的隷属を国家頂点から押し広げてきた張本人であり、民主主義の破壊の本丸に他なりません。任命を拒否された立命館大学の松宮隆明さんは、この問題の被害者は
日本の学術によって恩恵を受ける人々全体だと話されています。この言葉を聞いてすぐに思い浮かんだのは、日本がアメリカとの勝ち目のない無謀な戦争へと国民を巻き込んでいくとき、国力の差が大人と子供ぐらいの差があるという統計や真実が国家機密とされ、戦争政策を批判する者が徹底して弾圧され、国民は神の国の正しさや決して負けないという神話、デマを信じ込み、戦争へと総動員されていったという歴史です。ここで大事なのは、学問の研究の国家権力からの独立性が確保されてないとき、私たち市民は被害者にもなるんだということではないでしょうか。安倍政権、そして菅政権に共通するのは、人類が長い歴史の中で血と汗で掴み取ってきた民主主義や立憲主義という知恵に対して驚くほど理解も敬意もないということです。そして嫌悪と侮蔑を持って破壊し続けています。それが2013年の特定秘密保護法から現在の学術会議任命拒否の流れではないでしょうか。ちょっと皆さん思い出してみてください。2014年4月に菅官房長官と会談した前沖縄県知事の尾長さんが、上から目線の粛々という言葉を繰り返すほど沖縄の自治は神話だといったキャラウェイに重なって見えると痛烈に菅さんを批判しました。そして尾長さんの県民葬に参列した菅官房長官に、沖縄の人々が帰れ恥知らずと怒りの言葉を浴びせたことを私たちは忘れることはできません。首相は一体どこの国の首相でしょうか。国民主権、地方自治、学問の独立をあたかも神話であるかのように否定する振る舞い、それはかつて沖縄を支配したキャラウェイそのものではないでしょうか。私たちは諦めない。草の根からの総がかりの戦い方をさらに磨き上げ、学術会議任命拒否撤回を必ず勝ち取りましょう。黒人差別の抗議に立ち上がったテニスプレーヤーの大阪直美さんは、私はアスリートである前に一人の黒人女性です。成長するためにしゃいじゃいけない、言いたいことを隠してはいけないと訴えています。ここに戦いの素晴らしい原型を感じます。安倍政権が倒れても私たちちょっと休む暇ないんですけれども、それでも私たちは立ち上がり続けましょう。自助、共助、さらにこう絆とか、なんだかこう文化祭のスローガンみたいなことを言ってるんですけれども、私たちの暮らしや政治、文化祭ではありません。命がかかっています。今こそ暮らしと命が最優先にされる政治を市民と野党の共闘で取り戻し作っていきましょう。お任せ政治から私たち一人一人が政治を動かすという意識を持った担う政治へと市民の手で大転換させていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。次に国会内で私たちの声を代弁して頑張ってくださっている野党の皆さんから連帯の挨拶をいただきます。到着順に紹介させていただきます。はじめに社民党の吉田忠智参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。社会民主党幹事長、参議院議員の吉田忠智でございます。雨の中 10.19 国会前行動に参加の皆さんに心から敬意を表します。戦争法、反国関連法が強行されて今日で5年1ヶ月であります。内閣法制局長官の人事のルールを変えて、そして外務省から突然官僚法制局長官に据えて、長年自民党政権の下でも堅持をしてきた集団的自衛権行使はできない、その解釈を変えて、そして
国際平和支援法、自衛隊を恒久的に派遣できる新法を制定して、自衛隊法など10本の法律を改定をして、日本の自衛隊がアメリカ軍の手足となって動ける、そうした法制度に変えられてしまいました。そして今、専守防衛を一掃する敵基地攻撃などが検討されています。私たちの見えるところ見えないところで米軍と自衛隊の一体化が急速に進んでいます。日本の自衛隊がアメリカの戦争に加担をする、そうした状況を作ってはなりません。全国今22の防災地裁で25件の違憲裁判闘争が戦われています。こうした裁判闘争、そして今日のように街頭で市民国民に訴える大衆闘争、そして私たちの最大の責任でありますけれども、国会における立法府の戦い、そうした三位一体の戦いを通じて戦争を廃止、そして平和憲法を守り生かす課題の前進に向けて、皆さん改めて共に戦い抜こうではありませんか。今回安倍総理の突然の辞任で周到にしたたかに清水さん7年8ヶ月務めた菅さんが総理大臣に就任をいたしました。私はこの一連の菅さんの総理大臣の就任に至る経過を見て、自民党は本当に自浄作用がなくなったな、そのことを強く感じました。皆さんそう思いませんか。この7年8ヶ月憲法違反の戦争法、安保関連法の強行、特定秘密保護、共謀罪法の強行、こうした憲法違反の戦争ができる国づくりに向けた悪法を次々と強行してきました。そして森にかけ桜、公文書の改ざん偽造捏造、行政政治のまさに劣化の極みと言わざるを得ません。また今時まだこんなことをやっていたのか。河合夫妻の選挙買収事件、 IR 地獄、こうしたこれだけ国民の皆さんの批判を浴びて、通常であれば以前の自民党であればこれらをリセットする総理大臣が誕生してたはずであります。しかしまさに安倍政権のど真ん中にいた菅前官房長官が総理大臣になった。もはや日本の政治を自民党に任せるわけにはいかない、そうした思いを改めて強くしております。そして先ほどお話のございました日本学術会議の会員の推薦拒否問題、また10月11日に中曽根元総理の葬儀での国立大学などへの弔意表明の強要、まさに菅政権の本質があらわになったのではないでしょうか。いよいよ10月26日から野党はもう臨時国会の召集を早い時期から求めてきましたけれども、やっと10月16日に菅さんが首班指名を受けて40日ですよ、40日も経って、そして所信表明演説をするなどというのは前例がありません。そして今国会にね、所信表明演説もせずに、また野党の質問も受けずに外国に行ってるじゃありませんか。首脳ベトナム、インドネシア、ありえないことですよ。これもまさに国会軽視、引いては国民軽視、国民無視と言わざるを得ません。10月26日からの臨時国会、私たち
野党結束をしながら厳しく安倍政権に対峙をして、そして就任したばっかりですが菅政権に対峙をして、安倍有政権、安倍なき安倍政権である菅政権に対峙をして、菅政権退陣の戦いに挑んでいかなければならない。皆様方とこれからまさに発揮も腹を据えて、そして戦い抜く決意を申し上げまして、連帯のご挨拶にさせていただきます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、日本共産党小池晃参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。今日共産党からは畑野君恵衆議院議員も参加をしております。ご紹介をいたします。先ほど岸山麻生さんが安倍政権倒したら一服できるかなと思ってた、私もそう思ってました。史上最悪の安倍政権だと、そういうふうに言ってきて、安倍政権倒れれば一瞬ぐらいは少しはいい政治になるかもしれないなと思った私がバカだった。そうだった。安倍政権の上を行く強権的ファッション的な政権になってるんじゃないでしょうか。そうだ。大体安倍政権の中で杉田なんとかさんと一緒に菅官房長官は盛りかけ問題も桜を見る会も安保法制も全部裏で仕掛けてた人です。闇の仕掛け人が表舞台に出てきたんです。ならばもはやこの菅政権を倒す以外にこの日本がまともな国になる道はないんじゃないでしょうか。敵基地攻撃能力だとんでもありません。国会で河野太郎さんが防衛大臣だった時に答弁しています。敵基地攻撃能力というのは相手国のレーダーを破壊無力化し制空権を確保し、さらにレーダー基地を攻撃し、そして徹底的に相手国を叩くことなんだ。ミサイル一発撃つだけの話じゃありません。相手の国を焼け野原にするようなまさに国際法違反、憲法違反の先制攻撃、他国への侵略行為ではありませんか。こんなことを絶対に認めるわけにはいかない。さらに虎視眈々と改憲の条文案を作る、こんなことまで自民党は言い出しています。世界外で戦争する国に行く、そんな企みを皆さん今こそ力を合わせて止めようではありませんか。そしてあの日本学術会議の6名の任命を拒否した問題、大問題です。憲法23条学問の自由を保障しています。いろんな国の憲法を見ても学問の自由というのを一つの独立した条文として認めているような国は他にはあんまりないんです。なぜそういう条文ができたのか、まさに戦前の教訓ではないでしょうか。滝川事件、天皇機関説事件、学問が学者が弾圧された時、日本は戦争への道を突き進んでいったという痛苦の歴史がある。だから日本国憲法に学問の自由が明記されたんじゃないでしょうか。そしてこの学問の自由というのは単に一人一人の学者研究者の研究を保障するという意味ではありません。学者コミュニティの自主性自立性をも保障することによって学問研究の自由を保障していく、これが憲法23条です。今回菅政権がやったことは個々の研究者学者の研究活動を萎縮させる、それにとどまらずに日本学術会議という学者の最高のコミュニティの自主性自立性を破壊する、まさに憲法違反の暴挙だと言わなければなりません。次から次へと問題が明らかになってきています。6人を除外する前の名簿を菅さんは見てなかったという、じゃあ誰が外したんですか。
俯瞰的に判断したと言うけれども、見ないで俯瞰できるわけないじゃありませんか。さらに6名を除外した理由を未だに全く説明はしていない。いろんな世論調査が昨日発表されましたが、共通しているのは6名除外した理由が説明が全く不十分だ。圧倒的に国民はここに疑問を持っています。はっきりさせようではありませんか。多分言えないんですよ。だって言ったら大変なことになるから。政府に歯向かったから外した、口が裂けても言えないから説明できないのではないでしょうか。だから逃げてます。おととい菅さんは未来志向で今後の学術会議の在り方を考えていました。だいたい未来志向ということを言い出したときは、過去にやった悪いことをチャラにしたいときに、あの侵略戦争や植民地支配の問題でも未来志向というときはごまかすときに使う言葉ではありませんか。問われているのはすでにやったことです。未来のことではありません。卑劣なすり替え、姑息なすり替えは許さない。行革の対象にするなどと言って脅迫するようなやり方を絶対に許してはいけないのではないでしょうか。皆さん、菅政権の条件的ファッション的本質はすでに明らかになりました。このような政権をこれ以上続けさせるわけにはまいりません。総選挙で政権交代を実現しようではありませんか。自民と野党で力を合わせて、オール野党の政権で菅政権を倒して新しい政府を作ろうではありませんか。日本共産党は市民と野党の共闘を、これを断固として発展させる、その決意でこれから始まる臨時国会にも臨んでいくつもりでございます。菅さんは記者会見はごまかすことができたかもしれない、最後はあなたの質問には答える必要がない、そんなことまで言って記者会見逃げてきた。でも皆さん、予算委員会であなたの質問には答えませんって絶対言えませんから。徹底的に皆さんの後押しを得て、野党全体で力を合わせて頑張り抜く決意を表明して、頑張れ、ご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、立憲民主党小西博之参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。雨の中の毎月19日の皆様の集会、心から敬意を表させていただきます。立憲民主党から参りました参議院議員の小西でございます。また今日は立憲民主党から衆議院議員の皆様おなじみの柚木道康さんも来てくれておりますので、一緒に元気にお伝えをさせていただきたいと思います。私は実はですね、9月の28日安倍総理が、突然の辞意表明をして、前立たないで、そして9月の19日、前立たないで、下がって、この時に、まさに19日、2015年の9月の19日、強行採決をされた安保法制、安倍政権下の違憲違法のこの法律、共謀罪もあります、職人の法もあります、そして沖縄の辺野古基地建設の強行の、不服審査法の乱用、こうした憲法違反や法律違反、こうしたものが既成事実化されてしまうんじゃないか、非常に大きな心配を抱きました。そして既成事実化するためには菅政権も、安倍政権と同じような国会を蹂躙する、そして主権者である国民の皆様を踏みつける、無視する、そうした政治をするんだろうと思っていました。しかし私も甘かったです。10月の1日、学術会議の6名の学者の推薦者の皆さんを任命拒否する、その第一報に触れたとき、こんなことまでまさかやるのかというのが正直な思いでございました。この学術会議のこの会員の任命拒否、もう真っ黒黒助の法律違反です。そして学問の自由をはじめとする憲法を踏みにじる、
憲法違反であります。安倍政権も本当にひどい憲法違反、法律違反をやってきました。一番ひどい手口は集団的自衛権の容認です。これはもう法解釈ですらありません。昭和47年政府見解という古い公文書に集団的自衛権が合憲と書いてある。だから合憲なんだ。今日に至るまで安倍政権は国会で質問主意書でこのことしか合憲の根拠を言っていません。しかし昭和47年政府見解、それを作るきっかけになった吉国法制局長官、そして今も作ったお一人、角田当時第一部長、ご健在でいらっしゃいます。当時の国会会議録、そして意気承認である方の生の証言で、47年見解は集団的自衛権を合憲と認めたような文書ではないとはっきり言ってるわけです。しかし今回の学術会議の任命拒否、これのどうでしょう。私も今必死にこの手口を、同僚の議員の皆さん、今日も野党合同ヒアリングがありました、学者先生のお力も借りて一生懸命暴こうとしておりますが、まあこれの次にひどい、ね、類にはまず間違いないと思います。なぜかというとですね、皆さんもご存知の通り、作った時の国会会議録がもう義務教育を受けた小学生でもですね、分かるように、総理は任命拒否なんかできませんと。総理は学術会議からの推薦名簿、それをそのまま形式的に任命の発令行為をする、それしかありません。合同葬儀を行われました中曽根当時の総理もですね、形式的任命権に過ぎない、もう言い切ってるわけです。この国会答弁を、まあ、踏みにじってですね、17日、菅総理は中曽根元総理のご遺骨があるその霊前に立ってですね、総理の改革の意思を引き継ぎますなど言いましたけれども、あえて言います、国権の最高機関の国会で総理大臣である中曽根氏が国民のためにした答弁を踏みにじっておいて、よく私は一人の人間として中曽根元総理のご遺骨の前に立てるなと、プレゼンの前に立てるなと正直思うところでございます。自分たちがやりたいことのためには手段を選ばず何でも強行する、この菅政権、安倍政権以上に実は恐ろしい政権でございます。安倍政権ですらやってないこと、実は菅政権あるんです。怖い話が、何かというとですね、今回の学術会議の任命拒否、やった手口はこの通常国会、市民の皆さんの力世論で押しとどめた黒川検事長の定年長、これと実はよく似てるんです。同じです。法律も絶対にできないという法律です。検察官の定年長、絶対にできない。学術会議の会員の総理の任命拒否、これも絶対できないんです。そしてそれを裏付ける当時の国会会議録、あるいは当時の内閣法制局の審査資料、ちゃんと日本語でできないと書いてありました。しかしそれを警察官の定年長強行したんです。ただその時もですね、菅政権もっとひどいんです。何がひどいかというと、今彼らがやってること、出さなきゃいけない資料を出さないんですね。どういうことかというと、2年前、平成30年にこっそり任命拒否ができるという解釈作ってましたね。その解釈の文書は我々が要求してから1週間近く経ってようやく出してきました。安倍政権ですら法解釈の文書を出せと言って、出してくださいと言って、その日が翌日に出さなかったことないですよ。これは隠す理由ないし、これを隠したら、まあ、本当の本当に法治国家じゃなくなってしまいますから。かつそれだけじゃないんですね。この学術会議、昭和58年法改正、この総理任命が始まったんですけども、その後に平成16年に推薦制度を変えてるんですね。学会から学術会議のこの現職の会員の皆さんがまずはやるというするところからルールを変えてるんですが、そういうふうにその時の審査資料の中にも推薦の形は変わったけれど、総理は相変わらず形式的任命だって書いてる可能性が実はあるんですね。だからその資料を出せと言っても、私10月の1日に要求したんですよ。今日何日ですか？19日ですよね。丸3週間近くであって、法解釈の内閣法制局の審査資料を出さない、こんなことは安倍政権ですらありませんでした。そして極めつけはですね、
解釈を説明しないんです。彼らなりに任命拒否ができるという解釈は作りました。ただそれを追求していくと何考えてるのか分からないとかあるんですね。それをさらに尋ねて政府が本当に考えている解釈の中身を明らかにするんです。明らかにした上で確信を国会で我々質問するんですね。ところがもう今平成30年のその解釈以上のことは何も言わないんです。今日の野党合同ヒアリングで任命拒否をされた早稲田大学の岡田先生が日本を代表する法律の専門家です。その方が自分も本当に悔しい思いあるでしょう。そういうことを置いて日本の法の支配と学術の独立のために一生懸命政府に尋ねても全く何も答えないんです。皆さんよろしいですか。今の菅政権はそのやり方手法において安倍政権より凶暴です。出すはずの安倍政権ですらその日に出していた法解釈の文書を出さない、そして法解釈を説明しない、こんな政権をもう1秒たりとも置いておいてはいけないです。この菅政権を倒すチャンス、それはこの臨時国会しかありません。しかし今日皆さんに最後に呼びかけたいこと、ご案内の通り臨時国会って短いんです。はじめに衆参の代表質問があります。ただこれはたった2日間しかありません。そのうち立憲野党がまとまって質問ができるその賞味の時間、衆参は多分1日ずつです。そしてその後に予算委員会が始まります。しかしこの予算委員会も衆参で2日ずつしかありません。賞味立憲野党が戦えるのは1日ずつ2日しかないでしょう。そこで菅政権が行ったこの任命拒否の暴挙、いろんなことが言われてます。杉田副長官が並んだとかいろいろ出てます。皆さん、ただそれはね、政権の煙幕です。これに騙されちゃダメです。国会でこの任命拒否の問題、我々が追及しなきゃいけないのはこれが明確な法律違反である、その一点です。法律違反であることの確信の論拠を追及して初めて菅政権が言っている理由が理由にならない理由である。そしてこの法制度、もともと理由なんか総理が考えちゃいかん制度なんです。推薦で任命できない人がいることを見つけますなんて、あの杉田副長官が言ったんですけど、そういうことを行政官が考えること自体を許さない制度なんです。だからその問題の核心の違憲問題の違法問題の核心を我々がと懸命に連携して連帯して追及していきますんで、どうか皆さん大きなお力いただいて、本当に雨の中ありがとうございます。皆さんと一緒に大きな大きな世論の声を上げて、12月の19日臨時国会終わってる予定でございますが、その時には菅政権を退陣させる、次の19日までに菅政権を退陣させる、そうしなければ本当に恐ろしい世の中が日本社会が来る、そのまさに我々は帳場に立っている、そうした思いで皆さんに連帯のご挨拶を申し上げたいと思います。雨の中本当にお疲れ様です。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は立憲民主党から湯野木道夫衆議院議員も来ていただいていますので、皆さん雨の中お疲れ様です。皆さんも旅しかないです。ありがとうございました。旅でいつも来てる。それではここで皆さんでお願いです。雨の中ではありますが、活動に必要なチラシや設備にはたくさんのお金がかかりますので、ぜひ乾杯のご協力をお願いします。スタッフが袋を持って回ります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは続きまして各界からの発言に移ります。はじめは市民連合呼びかけ人の山口一郎さんです。お願いいたします。皆さんこんばんは。法政大学市民連合の山口です。私はまあ今日は活動家というよりも学者として一言お話をしたいと思ってやってきました。国民が知りたいという意欲を持つ、国民が考える力を持つ、これは国の力の源泉であり民主主義の大前提であります。そして私たち学者は自ら調べ知ったこと、あるいは自ら考えた成果を世に問う、国民に還元していく、それが私たちの仕事です。特に人文社会系の学問の場合、時の政府が違法な
当なことをしていれば、その政策に対しておかしい批判をすることも私たちの重要な仕事であります。そして今回菅政権はかつて政府の政策、とりわけ安全保障法制に対して疑問を呈した、批判をしたという多分理由で6人の立派な学者について学術会議会員の任命を拒否するという暴挙を行ったわけであります。6人の先生方は本当に誠実な方々ばかりです。国民に対してまさに自分が知ったことを、自分が考えた成果を還元する、そういう社会的な使命を果たした方々だからこそ、今の政府はこういう学者が目障りだ、要するにこの人事は国民に知らせたくない、国民にこれ以上ものを考えてほしくないという、この菅政権の本質を表している。私いたします。ここで私たちはこの政府のまさに全体主義的な権力の乱用に対して、横暴に対してはっきりとノーという声を上げなきゃいけない。もうすでにいろんな方がおっしゃいましたけれども、学問を弾圧すればその先にあるのは全体主義であり戦争かもしれない。今私たちがここで食い止めなければ、例えば天皇機関説事件の時のあの誤りを繰り返すことになるかもしれないんだ。学者っていうのは、人によって、それほど気が強くない人もいるんですけど、皆さん市民が学者を応援してしっかりと頑張れ、気の強い人は自説を曲げるな、背中を押していただきたい、そのことを私からお願いしたいと思います。最後に、1年以内に必ず総選挙があるわけですよね。ちょうど衆議院の残り任期が1年を切ろうかというところであります。この安倍政権以来の民主主義破壊、憲法破壊の暴挙に対して積もった怒りをぶちまけるというか、国民としてリベンジをする、その機会が近づきつつあります。どうか皆さんと力を合わせて、市民と野党の共闘で次の衆議院選挙で国民を無視し憲法を踏みにじった横暴な為政者に対して目にもの見せてやると、そういう決意を固めて共にこれからも頑張っていきたいと思います。どうか応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、戦争法の廃止を目指す中野アピール実行委員会から松井直さんです。よろしくお願いします。松井さん頑張ってんの、皆さんこんにちは。こんにちは。雨の中ご苦労様です。こんばんは。そして5年前から毎月この19日行動、本当に続けてきていただいてありがたいと思います。私は5年前の国会前で毎日毎日8月暑い時ほとんどずっと毎日国会前に来ていました。皆さんもいたと思います。そして強行採決をされるあの19日ずっと夜中までここにいました。よく覚えております。私は国会前から中野に降り立った時に、中野でとてもしらけて普通の生活をしているのを見て、これは違うと思いました。国会ではみんなで盛り上がって安保法制の反対を言ってましたが、地元に帰ると何にもなかったことのような生活がありました。私はこれではいけないと思って、地元の人たちと一緒に超党派のグループを作り、毎月、今でも月に2回第1と第3の火曜日に中野アピールというのをやってきました。もう5年間以上経ちますので百何十回かになっております。このコロナ禍の中、リレートークができない、チラシも配れない、そして署名活動もできないということで、スタンディングを続けております。
前回の、前回の第 10月の1回目の中野アピールでは、菅首相に日本学術会議会員任命拒否の撤回を求めます。このバナーをみんながいっぱい持って駅に立ちました。そしてこのことについて説明をしていきました。中野に通る人たちはこのことを知らない人も多くって、これはどういうことかと言って近づいてくる人もいます。私たちはそういう人とゆっくり話しながら、やっぱり草の根で地元でやっていくことの大切さを考えております。毎回30人ぐらいのスタッフで一緒にやっています。この5年間超党派で市民と一緒に、私も本当にどこにも属してない一市民なんですが、その市民と、超党派の議員、そして、仲間たちと一緒にこれを続けてくることでいろんなことが起こりました。中野は7区と10区の選挙地区なんですが、市民連合7区7連というのをみんなで立ち上げ、渋谷の人、目黒の人、みんなで7連というのをやっています。そして中野の半分10区なんです。そして10区も テンネットというところのグループと一緒に活動しています。そのように中野から始まった、小さな会ですが、市民連合として、衆議院のために、統一候補を目指して今頑張っているところです。私たちはやっぱり選挙で統一候補で、勝ち取っていく、立憲野党を一人でも増やしていく、そのことでしか政治を変えられない、そのように思っています。ぜひ野党統一候補をどこの地区でもできるように、本当に国会の皆さん、議員の皆さん、尽力してください。私は今本当にその統一候補をいかに出していくかということに奔走しています。そして5年もやってるといいことがいろいろあります。中野では区長選を統一候補で、野党統一候補で出して、3年前ですけど区長が新しく誕生しました。そのようないいこともいっぱいあります。私たち一つ一つ取り組んでいって、野党が共闘してやっていくことの大事さをここで地元で、噛み締めています。皆さんもどうぞ地元で声を上げることもやってください。私本当に中野の小さなグループの、会ですが、今日はこんなところで報告させていただきましてありがとうございます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、安保関連法に反対するママの会アットマーク千葉から小林さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。私は千葉から来ました。安保関連法に反対するママの会の小林です。この度はこのような機会を与えていただきありがとうございます。千葉は、安保関連法に反対する会は5年前に強行採決される時に発足というか、みんなお母さんたちがこの国が戦争できる国になっちゃ嫌だということで集まった感じなんですけれど、強行採決もさることながら、私がショックだったのは総主不能って議事録に書いてあったことが削除されたっていうことがとてもショックでした。国会議員だけじゃなしに、もうこの国の仕組みというか官僚とかそういうところから
ダメなのかなと思って暗淡たる気持ちになったんですけれど、それでもその後毎月このように集まって声を上げている方々、ここでなくてもいろんなところで声を上げている方々いっぱいいるので、そういう方々にとても敬意を表し、私も連帯したいと思います。千葉県の話なんですけれど、千葉県は木更津市がオスプレイを受け入れることにしてしまいました。だけどオスプレイは木更津にずっといるわけじゃなしに、習志野の自衛隊や横田基地や厚木基地に飛びます。何かトラブルがあったということも、もしあるとしてもどこの空か特定できません。関東近衛みんな一言ではないと思います。ここにいる方は危機感を抱いていると思いますが、全体から見たら危機感を抱いている人というのはとても少ないんじゃないかと思います。でそういうことをもう一人一人声を上げていかないと止まらないということの一つだと思いますので、広めていったらいいんじゃないかなと思います。私も広めたいと思います。で、ママの会としてですが、一番今力を入れているのが幕張メッセでの武器の見本市を反対するという行動をしています。こちらにありますけれど、森田検察知事に幕張メッセを貸し出さないでくれと、そういうような派閥とかも配ったりもしていますので、まだ今日も持ってきていますので、よろしかったらまた送っていただけるとありがたいと思います。ご協力お願いいたします。あと千葉印西とか千葉は広くして林が残ってますので、いっぱい森とかもありますが、サバゲーってご存知でしょうか。サバイバルゲームの場所として結構登録というか遊戯施設ができています。でそれで15歳以下の子どもとかも参加できるような形とかも取られてきているみたいなので、いろいろ銃剣道の問題とか子どもたちが銃とか戦争とかに近いようなことになってしまっているので、本当に危険だなと私も思います。暗くなるニュースばかりの中、市民の力でイギリスの武器見本市が中心になったりとか、核の、国連の批准した国があと3カ国で、発行するとか、そういういいニュースもありますけど、なかなか、暗くなってしまったりもするけれど、頑張りたいと思います。明るく頑張れ、明るく頑張れ。最後にすみません、アメリカの平和活動家の方が言ってたんですけれど、象を倒そうとするアリは少ないけれど、もし倒そうとするならアリの方が数がすごい多いんだから倒せないことはないという話だったんですね。で、私事なんですけれど、今日さ、今年の夏ね、アリンコに噛まれてひどいことになったんです。それで、アリンコ一匹でもね、結構効力あるぞっていうのが身をもって体験したので、一人一人力はちっちゃいって思うってね、私も思いますけれど、意外に多いから大きいかなっていうのが今年の実感です。どうもありがとうございます。アリに負けんな。ありがとうございました。それでは今日の最後のスピーチは高校生の方が登場してくださいます。そこで皆さんにお願いなんですけれども、写真や、映像をちょっと遠慮していただきたいので、よろしく。それをして今日は帰れると思います。ありがとうございました。どうも撮れなかったので残念。では最後に行動提起を県委員会の竹内さんお願いします。よろしかったです。わかりやすい。子供の先生、先生が出るね。若い子供さんが出るところ。はい、お待たせいたしました。寒い中お疲れ様です。戦争させない専任会の竹内です。それでは私の方から行動提起をさせていただきます。最初に本日の参加者ですが、900人
の参加となりました。この雨の中900人の方々にご参加いただきました。冷たい雨の中最後まで残ってくださった皆さんありがとうございました。さて日本学術会議の任命問題について多くの方々からご発言がありました。この問題について私が思い出すのは多くの国会議員の皆さんもおっしゃっておられましたが安倍政権が行った集団的自衛権行使に関わる解釈改憲です。当時安倍政権は人事権を乱用して集団的自衛権行使容認派の小松中仏大使を内閣法制局長官とし内閣法制局が一貫して堅持してきた憲法解釈を強引に覆させるというまさに民主主義そのものを否定する動きを行いました。この人事権を行使するという手法は今回の日本学術会議の任命問題についても全く同じです。菅総理は内閣人事局の権限を悪用して自分と意見の合わない官僚を移動させてきた張本人です。その張本人が今総理大臣になっています。前安倍政権の最大の問題は権力を私物化したことであり法による支配を否定し人による支配を実行したことなのではないでしょうか。森友家計や桜を見る会で明らかになったようにお友達には手厚く自分と異なる意見を勇気を持って発言してくれた人は肯定する。そのような手法を許してはなりません。菅総理は6人の学長を任命しなかった理由を総合的俯瞰的判断であるとしていますが意味が全く分かりません。ルールを無視して勝手に自分の考え方で国を運営する手法はまさに安倍政権からの手法そのものです。今この国は人事権を悪用した行政独裁の道を進もうとしています。私たちはそれに反対し日本国憲法によって公権力を制限することそして独裁を回避するための仕組みである立憲主義を回復し国民主権を取り戻すことが必要なのではないでしょうか。来週月曜日10月26日には臨時国会が召集される予定です。立憲野党の皆さんとともに私たちも国会内で徹底的にこの問題を追及していくことを国会内外で徹底的に追及していくことを改めて確認しようではありませんか。それでは報道提起です。国会が10月26日に始まります。来週月曜日12時から衆議院第二議員会館の前で命を守れ敵基地攻撃能力保有反対改憲反対共謀罪廃止 10.26 臨時国会開会日行動ここの前で12時から行われます。そして11月3日です。1946年のこの日平和と日本国憲法が公布されたわけですが平和と命と人権を11点大行動憲法が生きるこの世の社会と題しまして13時30分から国会正門前付近で、集会を行います。しかしまあコロナということもありますので、ネット配信もありますのでネット配信も含めて皆さんご参加お願いしたいと思います。その後、11月5日木曜日に18時には有楽町の落とし屋前でウェメンズアクションの凱旋があります。11月12日木曜日18時からは新宿駅西口で総係合同実行委員会の凱旋もありますのでこの凱旋についてもよろしければご参加をお願いしたいと思います。そして来月11月19日木曜日また18時30分からこの場所で19日報道を行うことを予定しておりますのでご参加をよろしくお願いします。以上報道的でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、これをもちまして、命を守れ、国立会議の任命局撤回、敵基地攻撃に能力保有反対、改憲反対の総係19日行動を終わります。皆さんお疲れ様でした。そして、ちょっとお知らせがあります。まず、始まった時には雨が降ってきましたので、11.3 の今、話があった、集会のチラシをたくさんお配りすることができませんでした。ステージ横に準備してありますのでぜひお持ち帰りください。また、日本を戦争できる国にしないために敵基地攻撃法への反論という分かりやすい、パンフレットも作りました。これもお配りしたかったんですが雨が降っていて、配れていませんので合わせてご案内いたしますのでどうぞお持ち帰りください。またカンパも引き続きこちらで集めていますのでご協力をお願いします。以上です。よろしくお願いします。